山形県山形市の蔵王中央ロープウェイ、鳥兜駅のレストハウスがカフェにリニューアルされ、9日に営業を開始します。関係者に6日、お披露目されました。蔵王はどちらというと、冬がメインで、そして夏はそんなに多くのお客様は来ていただけない。それを蔵王の皆様方が、これではダメだということで、ありがとうございます。